こんばんは、かっけんです。原田です。まゆです。今回は、まあ、FIFA とあの e フットボールが、まあ、発売されて約半月、まあ、2週間ほど経ちましたけど、はい、まあ、自分たちは、まあ、今作から FIFA やりますって言ってから、まあ、両方作品触ってきたと思うんですけど、はい、まあ、その発売される前にもちょっとあのホームページを見たりトレーラーを見たりとか比べてたね、俺がね。あった、まあ、そこでもちょっとレビューをしてきたんで、まあ、今回は実際に触ってからの、まあ、e フットボールとあの FIFA22 の比較、うん、5番勝負をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、5番勝負と言ったので、5つ項目があります。はい、グラフィック、爽快感、リアルサッカーらしさ、なあ、そして分かりやすさ、まあ、初心者とかでも簡単に入れるっていう、まあ、なるほど。で、まあ、最後は AI の動き。ああ、まあまあ、まあ、この5つで、まあ、簡単に FIFA か Wii レかどっちがいいのかを項目に応じて、まあ、ボードでやっていこうっていう感じです。ね、これちょっと1個説明してた方がいいってことだよね。だからなんでそっちにしたのかみたいな。そういうことですね。そうだよね、はい、っていう感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にグラフィック、どっちの方がいいのか、まあ、FIFA と、まあ、Wii でどっちがいいのかを書いてください。なあ、グラフィックね。あー、むずいな。グラフィックか。完全に好みだよね、これに関しては。確かに、そうっすよね。そうっすね。書けました。書けました。分かれるか。分かれるか、どうなんだ。全員一致か。はい、はい、じゃあ、せーの。はい、まあ、一応。あ、そっか、イーフとか。あ、でも分かれてるっすね。まず、格言からでは聞こう。そのまあ、もちろん EFと、まあ、ウィーレの方がグラフィックは向上、なんか、まあ、もともと売りにしてる部分ではあると思うんですけど、まあ、自分が挙げた理由としては、あのタイポンさん の最速あの先行プレイを見たときに、はいはい、まあ、タイポンさんプレイステ5でやってたんで、うん、まあ、マヤゲクさんも確かいたと思うんですけど、あのレバの髪がめちゃめちゃふわふさふさしてるみたいな。ああ、なんかそんな話した気がする。そういう話をしてて、なんか本当にあのリプレイ見てるときめっちゃふさふさ、なんか動くたびに揺れてて、なんかそれがめちゃめちゃ印象に残ってて、なんだろう、ウィーレって多分そのふさふさ動いてるモーションみたいなのがないから。やたら押すな。ふさふさ、学研の中でグラフィックとふさふさか、髪の毛の。髪がそんな動くのが、まあ、なんかウィーレ、あ、すげえなって感じか。顔じゃなくてちょっとそこ、まあ、顔っていうか、まあ、そこの細かい演出っていうか、そっちね、っていうのが、まあ、自分の中のグラフィックでは、まあ、重要な、まあ、だからサネとかも結構、まあ、ふさふさ動いてたから。好きかよ。ふさふさともさもさ好きか、学研は。なんで、ちょっと今回は自分は FIFA にしました。今作は。じゃあ、新た。いや、俺の場合は、まあ、俺 J リーグ好きなんで、FIFA の J リーグって、あ、まあまあ、そうだね。でも逆に、EFT ってまだチームがちょっと限られてるとか、ちょっと、まあ、ちょっと作り込まれてる感あるよね、そうですね。全チーム出たわけ、国とか代表チームとか出たわけじゃないですけど、うんうん、まあ、現段階では FIFA はちょっと幅広くて、J リーグはあんまり、うん、まあ、J リーグ、他もそうか、K リーグとかもそうなんか。まあ、確かにそうだ、なんか同じような顔してるもんね、長友ハゲてるし。そう、あ、そう、イーフトの方がまだ若干そこの、まあ、チーム数は若干 FIFA より少ないですけど、うん、作り込まれてるかなっていう印象ですね。はいはいはい、まやかさん、ウイレですね。まあ、イーフト、イーフト、うん、フォーとかは明らかに、はい、まあ、画質レベル低いから、あ、まあ、そうです、ね、あれなんだけど、俺がね、やっぱそんなに、なんだろう、さっき発見したけど、はいはい、髪の毛ふさふさだとか日本人選手の顔がとか、俺あんま興味ないの、実は。うんうん、FIFA の方が、こう、なんだろうな、おもちゃっぽいっていうか、なんだろうな、変にリアルに寄せ落としすぎてて、うん、なんかあんまりゲームっぽくないというか、うんうんうん、なんかサッカーゲーム大事なのそこじゃないかなっていうのが、そう、結局遠目で見た時に大事なのって、選手の顔じゃなくて、なんか芝の映り目の感じとか、うん、なんだろう、顔がリアルかどうかって試合中は見えないから、うん、まあまあそうっす。ああ、なるほど。そうじゃない、試合の流れの中のグラフィックとかさ、まあ、イーフトはあの観客も変な感じになっちゃってあれなんだけど、だからあくまでこうウイレ感覚、イーフトがどうこうっていうよりかは、うん、最新のウイレで多分グラフィックだったらウイレの方が個人的には好きかなっていう。ああ、慣れてるってところが大きい。慣れてるってのも大きいと思う。あと個人的にそんなにこのグラフィックっていう点をサッカーゲームにおいて俺重視してないせいで、はい、まあ、そこで分かれちゃうんですよ。あ、そう、ここの評価がすごい難しいなってなって、
なんか学研の場合ちょっとフサフサしてるって言ってたよね。そう。でも多分麻薬遠目から見たらフサフサとか関係ない。そう、俺そういうことじゃないですか。麻薬の場合どこを重点にしてるかじゃないけど。そうだね。そうだね。新たの言った J の選手の顔が似てる似てないに関しても、うん、遠目で見てたら顔わからないじゃんっていう人々に、うん、まあ、例えば寄った時にリアルだとあすげえなと思うんだけど、うん、なんかなんだろう、その感動自体は続かないというか。まあそうですね。だからやっぱこう俯瞰で遠くから見てる時になんか、あリアルっぽいなみたいな方がいいかなと思って、うんうん、はい、そこは結構上で頑張ってる感じがして、まあ確かにそうですね、遠目から見たら確かに分かりやすい気は、うん、そう、分かりやすい気がするんだよね、なんか、うん、だからそこが俺はなんか結構重要な要素かなって、サッカーゲームやってて、うん、なるほど。そこはじゃあそれぞれの価値観がちょっと、それぞれがこう、ね、グラフィックのどの部分にこう、はい、頑張ってほしいって思ってるから違うよね、うん、これって。まあというわけで、まあとりあえずグラフィックはまあウィーレイーフトの、そうだね、イーフトって書かなきゃダメね、のまあの勝ちじゃないですか、まあ、勝ちではないけど、はい、まあそういうふうに、まあ、3人の中では3人の中ではっていう感じですかね、うん、じゃあ続いては爽快感があるのはどっちかっていう、いやちょっとこれもむずいな。いや爽快感か、イーフトと FIFA ですってことでしょ。まあどっちの方が、あー OK、 はい、はい、OK です。じゃあせーの、はい、はい、おもっとおい、価値観が違うぞ、学研の合わせに行くゲームじゃないから、ね、じゃあ3人で合わせましょうっていうあれじゃないから、そう、じゃあこれもじゃあ1の、じゃあ1から学研からちょっと、そうっす、まあなんか個人的になんですけど、やっぱシュートしたゴール入った時の感覚が、それはある、確かに。その FIFA だと、あそれ入っちゃうんだとか、入っちゃったみたいな感じなんですけど、 FIFA の場合、あ、じゃあ EFT の場合は実際に決めた時がなんかよっしゃみたいな感じがあるっていうか、入った感あるよね。そうっすね、はい、うん、あそれはなんかわかります。なんか FIFA のゴールってさ、はい決まりました、サク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 飛ばします、1対0みたいな感じなんだろうな、あのあんまこう余韻がないですね。余韻がないですね、確かに余韻ないよね。なんか決まった感は確かにちょっと薄れるかも、うん、まあなんでそのまあシュートした時の爽快感は、まあ自分はそっちにまあ重点を置いたっていうか、まあさっきの話で言うとっていう意味では、まあイーフトの方が、あー、ゴールした感があって、あー、確かに、ゴールした感はある、そういう時の爽快感がまあ一番あるなっていうふうに思ったんで、あーイーフトにしました。なるほど。新子さんどうですか。いやなんかちょっと若干なんかイーフトちょっとシュートスピードが遅い感じがなんかちょっと気になっちゃってポワーンって入ってくるか、 FIFA はなんかちょっとなんか例えば低難度のなんか速いシュートとか、はいはいはい、なんかそういうのがちょっと若干爽快感だから、イーフトはこれからなんか強化とかそういうのが、まあ、パワーシュート出てくるんですよね、また変わるかもね、ってなったらちょっと変わるのかなっていう気がしますけど、現段階では FIFA かなっていう感じです僕は。長谷さん、いや俺もね結構新たと近い、パワーシュートがあったらイーフトにしてたかもしれない、現段階 ね、パワーがないと、はいはい、なんかねシュートがねスローなのよ、なんかまあ、そうすゆっくり吸い込まれていくんだよね。まあ、あれもいいんだけど、で FIFA に関してはあのね俺ロングコンシューがかなり気持ちいい、やってる。ああ確かに、そう今あれ入るじゃん、はい、今は入ります、うん、あの軌道がねかなりサッカーゲームっぽくて好き。そういえばそうです、まあ、そうですね、キーパーの挙動ちょっと悪いところとかも含めて、うん、サッカーゲームっぽい、うん、かなり爽快感がある。確かにそうですね、あれウィレジは今打ってないですもん。そうなんかあのやっぱ長い距離というか中距離ぐらいのシュートが入るサッカーゲームって結構個人的には好きで、うん、ウィレはまあとりあえずパワーイフとかパワーシュート追加されるまでは、まあまあそうです、この爽快感っていうところではちょっと勝てないのかなっていう今。パスも遅いし、パスもパスの爽快感とかもないじゃん。そうなんですよね、あれもパワーパスとか追加されてきてやっとこの爽快感っていうところはこう土俵に立てるんじゃないかなって思うぐらい、今は FIFA の方がやってて気持ちよさはあるかなって感じですね。まあじゃあ続いて爽快感も一応 FIFA のFIFA の方が多いということで、ね、うん、で続いてがリアルサッカーらしさっていうのは、無事リアルサッカー、これもどこをどうリアルサッカーかと思ってるかだよね。確かにそうっす、リアルじゃねえんだよな、ちょっと消去法なところが、消去法なんだよねこれって。もうどっちの方がリアルっぽいのはどっちか、これむずいよな、むずいな。 OK です、リアルサッカーっぽいのがどっちかってことだよね。そうですね、そうですね、はい、せーの、はい、おー分かれた、お分かれた、1だ、初めて。おー、じゃあ、ま、まやげかさんからいいですか。まず大前提でどっちもリアルサッカーっぽくはない、まあまあそうっていうことが大前提であって、ってなるとじゃあどういう部分がリアルサッカーっぽく見えるかなっ
で言うと、多分イーフトの方がその人間の体の体勢に対して球の出方とか、確かに、あの人間っぽくない動きをするのが FIFA なのかなっていう、うん、でもボールの軌道とかそういう、なんだろうな、もうバイタルでのパス回しとかドリブルの感じとかっていうのはもうリアルサッカーっぽくするのは不可能っていうか、まあもうそこはゲームだってある程度割り切ってやってるから、うん、そうなるとあんまりサッカーゲーム見たことない人とかそういう人たちが見た時になんか人間の体の動きが割と、なんだろうな、普通の人間人っぽい、うん、あんま無茶できてない感じが、まあだから多分爽快感ないにもつながってるんだろうけど、イーフトの方が人の動きがリアルっぽい、人間の動き自体がイーフトの方が人っぽいかなっていう、ちゃんと動いてれば変なバグとかそういう不安要素がなければ、まあイーフトの方がリアルっぽさはあるのかなっていう、人間っぽさ、動きの人、まあそう、確かに確かに確かに、うん、わかる、だからまあイーフトかなっていう感じですね、ここは、うん、学研、学研、そうっす、まあやっぱ、まあ、FIFA はスキルブームとかってちょっとゲームっぽい動きがあるんで、まあリアルサッカーかどうか迷ったんですけど、まあ個人的にはやっぱ今回導入されたハイパーモーションの動きが、うん、まあ、ちょっと結構良くて、まあ、そのしっかりブロックを作ったり、まあ、あの相手フォワードがラインブレイクした時に、まあ、オフサイドだったらほっといたりっていうのが、うん、まあ、結構後ろの人間、まあね、リアルサッカーで後ろをやってたんで、うん、まあ、そういうところがリアルサッカーっぽくなったのかなっていう意味で自分は FIFA にしました。アロコさんはどうですか？でもまあ確かに両方サッカーゲーム感はあるかなと思ったんですけど、まあ、なんだろうな、ちょっと今作のイフトはチャージングでしたっけ、L2、ああ、そうです、そうです、あれがちょっとなんか別に押したらもう勝手にガーっていく感じ、うん、確かに、で FIFA はどちらかというとちょっと駆け引きが、まああるね、1対1とかある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 、ゴール前もらった時の駆け引きがあった気がしたんで、まあ、まあリアルサッカー、そうですね、まあ駆け引き要素があるっていう面でちょっとリアルさはこっちはかなっていう感じですね。なるほど。でも 3-0 って今んとこないね。そうですね、ね、確かに、それ確かに珍しいな、ね、3-0 出てくるかなと思ったら確かにサクッとリアルサッカーらしさの項目で、まあちょっと一番試合を見てるであろう激坂編集長に、まあちょっと番外編という感じで一票入れてほしいなというふうに思いまして、はい、FIFA かイーフとかね、はい、ボードも書いてもらってると思うんで、はい、編集長も FIFA と FIFA も数試合やってもらって、そう、ね、e フットボールもやってもらってる感想があると思うんでお願いします。はい、 e フット理由は、理由まあもちろん理由がない、まあ基本サッカーは、はい、こうミスのスポーツじゃない、まあそうですね、確かに、でどれだけミスを減らすかっていうスポーツで、はい、やっぱミスって起こり得るスポーツじゃない、そうですね、どうしても、でまあイーフトのパスズレね、はい、とかはね極端すぎるとは思うけど、まあそのいい体勢にしないと、あ、まあそこを気使わないととかダイレクトはミスりやすいとか、はい、そのミスが起こりやすいシチュエーションっていうのあるじゃん、お、はいはい、そこはサッカーっぽいんじゃないかなと思う。あ、確かに、そのパスズレが起きる状況っていうのはミスしやすい状況ではあるじゃん、そう、ただミスの確率が高いっていう、うん、実際はもっと低いだろうってでもあるけど、はい、まあまあここでミスるっていうのはまあ理解できなくはない、はいはい、リアルサッカーにおいてっていう意味では、まあイーフトの方が近いじゃないかな、はい、FIFA の方がゲームとしてはいいと思うよ、まあまあそうですね、まあ体勢気にせずに好きにやれるっていう感じで、パッパッパッっていう、ね、はい、ゲームとしてはね、まあ、リアルさって言ったら、まあ、イーフトかな。お、はい、まあ、続いてが、分かりやすさ。あ、まあ、ちょっとアバウトなんですけど。アバウト。アバウト。まあ、かなり。確かに。まあ、どっちの方がいいのかを。分かりやすさ。はい。はい。はい、せーの。はい。あ、さすがにね。あ、まあ、さすがに、まあ、まあ、俺はさすがに、まあ、これはこうなるかなって思った。じゃあ。かっけんから説明してみます。自分が実際に FIFA をやった時に正直なんかどうやっていいのかがわからないっていうのがやっぱり一番感じたことで、まあやっぱり FIFA を、まあ、今作多分イーフトから FIFA をやり始めた人とかもいるんですけど、まあ、Twitter とか見てもやっぱりやり方がわからないとか、うん、でまあ、説明書きもまあ本当にちょろっとしか書いてないんで、まあ、そういう意味でも初心者にも優しいのがイーフトボールなのかなっていうふうに思いました。うんうん、どう、あらた、まあ、いや、どうなんですかね、なんか UT やらない人は FIFA でもいいのかな、
まあ、どちらにしても既存チーム、うん、既存の試合あれですよ、まあ、なんか英語表記じゃないですか、選手名とか、うん、まあ、なんかそこはイフトは日本語表記でもありますし、まあ、UT はもう全然俺分かんないっていう。ウイレ最初やったら分かんないですかね、みんなウイレも。いやー、分かるんですかね、ウイレは。まあ、ウイレの場合、なんか説明されるね、説明が丁寧なのよね、そうですね、確かに、うん、そういう考えたら確かにそうですかね、うん、イフトですかね。まあ、ヤゲカさんはまあ、分かりやすさで言ったらイーフトでいいのかなっていう、すごい多分子供でもできるように簡単に作られているというか、多分そもそもね、あの FIFA に関しては日本のゲームじゃないじゃん、まあまあまあ、日本人に優しく作られてるわけがないんだよね。サクッと始めた時に FIFA に関しては、はい、まあオフラインのモードはよく分かんないけど、 UT に関しては近くにちょっと知ってる人とか詳しい人いないと、うん、あれ全く分かんない状態で最初から一人で始めていこうって結構難易度高い、うん、まあ、今でこそ YouTube とかでさ、いろいろ出てきてくれるからいいけど、ゲーム内の説明だけであれをなんか理解してやろうとしたら、うん、かなり難易度高いんじゃないかなって思うから、まあ、簡単に分かりやすいのはやっぱ日本のゲームだけやって、うん、イーフトなのかなっていう気がします。ここは勝たないとダメっすね、うん、いやむしろこれもう日本人に伝えきれてなかったらもうダメよ日本のゲームとして。よかったよかった、逆にこれはさ、ね、これはまあまあ一致してよかったですね。じゃあこれはコメント欄とかでも一致してほしい、さすがにさすがに今の方が分かりやすいって言っていたらもうなかなかよ、それはいるのかな、もしかしたらいるかもしれないですね、いい FIFA だけやってる、まあ FIFA だけやってきてる人たちがするともう FIFA の方が分かりやすいよっていうかもね。まあ、というわけで一応分かりやすさは 3-0 で、 3-0 でいいよ、ね、よかったよ、まあ、これはね、イーフトが勝つために用意されたようなので、まあ最後が AI の動きです。まあ、これもちょっとアバウトなんで、いや、むずっ、どこをフォーカスしてそうだよね、どこをどう感じて AI の動きがいいかって思うからだよね。 AI だもんね、うん、人の動きじゃ操作してる選手じゃないですもんね。いやむずい、むずいね、AI の動きってむずいな。はい、はい、せーの、ど、はい、うわー、きた、得意の得意の21 21。じゃあ各県から説明してもらうか、はい、さっきのリアルサッカーさんにもちょっとつながるんですけど、やっぱりまあハイパーモーションのあれで AI の動きが向上されたのもそうですし、まあ、あとまあリアルサッカーでキーパーやってたんで、まあキーパーもフォーカスするとやっぱなんかキーパーの足で止めたりっていうか、うん、まあ、それはイーフトにないですし、まあ、あとパントキックの蹴り方っていうのもやっぱ人によってあのモーションが違うと思うんで、そこはなんか結構トレーラー見ても取り入れてたんで、うんうん、まあ、そういうところでも AI の動きがまあたくさん あるんで、動きとしては優秀なのかなって思いました。はいはい、なるほど。俺は、まあ、キーパーの確かに強さとかは確かに今の方があるのかもしれないですけど、まあ、まず5と4でちょっと AI がまず違うっていうところが、でイーフトは逆にまあ、まあどっちがいいか悪いか分かるんですけど、まあ、統一されてるっていうのがまず、まあ、なるほどね、でかいのかなっていう。やっぱ5と4で違うとちょっとあれってなっちゃうか、そうですね、だからやっぱそこがまあいいのかなっていう感じですね。なるほど。まやげかさんはこれは割とがっつりイーフトの方がいいかなって思ってる。俺も対人専門家みたいなのがあるからまあそうですね、オンラインの対人ゲーム、その、はい、サッカーゲームにおけるオンラインの対人ゲームにおいて AI の動き良くするのはあんま良くないなって FIFA やってて思った。あなるほど。人と人との勝負の要素がかなり減るなっていうか、はい、なんだろう、あんまり11人のうちに操作できるのって1人か2人、まあ、3人、多くて3人ぐらいじゃん。その中で AI があんまり賢いっていうのは対人ゲーとしての魅力がかなり減るなっていうのはやってて感じた。そういうことか。あと、まあ、キーパーが強いとかもそうなんだけど、なんだろう、人が触れないところが優秀になるっていうのはこう対人ゲームとして、他のタイトルってありえないんだよね。その自分が操作できない選手が、動かせない選手が試合に関わってくるってことがほとんどないじゃん、うん、どのゲームでも。けどサッカーゲームってほとんどが AI の動きに左右されちゃうから、いやそうですね、その AI の動きあんまり賢くなるっていうのは、その対人ゲームで人がやらなきゃいけない部分っていうのをかなり AI がサポートしちゃうから、うん、まあ対人ゲームとしての魅力がかなり落ちる、やっぱやってて。その点イフトの方が人が頭使ってやらなきゃいけないことが多い、 AI がバカだから。あ逆に AI があんま賢くないからこそ人間対人間がやらなきゃいけない部分が多くて、俺は楽しい、そっちの方が良すぎても良くないのか、賢いと楽しくない、やっててあコンピュー
ター戦の感覚がかなり強いというか、うん、AI をどう攻略するかっていう風になっちゃうから、うん、それだったらコム戦でいいかなっていう。人間を攻略したいからやっぱ対人を。なるほどな。そうなると AI は極力賢くないサッカーゲームの方が好きかなっていうのは対人ゲーム。ゲーム性から見てこっちのがいい。そうのが好きかなっていう感じです。なるほど。あ、そっちか、そういうことか。でまあ一応 AI の動きもまあイーフトの方が票数が多いんで。これどうなった票数全体の俺らの中の。何対イーフトが3で。FIFA が2うわ勝ち残ったか一応、まあ、ちょっとでもイーフトが勝てそうな項目があったかもしれない今回はしがみついたしがみついたこれが多分なんだろうな試合面とかそういう話出されちゃうと多分まあさすがに試合面の細かい部分とかそのシステムの豊富さとか、はいはいうん、ライセンスとかそういうとこ引っ張り出されちゃうとイーフトはもう勝ち目ゼロだったんで確かになんか今回はね、質問がね質問が良かった 質問がいい勝負できるものをちゃんとそう設定されてました持ってきてくれたなって感じするよね確かに、まあ、っていう感じではい。まあ視聴者の皆さんもねこの5つの項目どれがいいのかぜひコメントをしてもらって確かにコメント、ね、結構分かれるんじゃないですかねコメントでこう5つこうこれこれこれってコメントしてほしいね、うん、あ確かに、まあ、自分たち3人も重点どこに置くかによって全然答え違ったんで全然変わるそうですねまあ、それも楽しみにコメントぜひお待ちしているので、この動画気に入ってくださった方いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。